はい、それではね、Amazon の初売りセール始まりましたので、今回もね、バイク用品やガジェットの方をまとめてみましたので、ぜひね、最後まで見ていってください。では初売りの方なんですけれども、 Amazon のトップページの方から初売り入っていただいて、ポイントアップキャンペーンに必ずエントリーしてから買い物することをお勧めしたいと思います。はい、それではね、もうすでにおすすめ品カートの方に入れておりますので、カートの方に移っていこうと思います。はい、今いろいろ目ぼしい商品入れていったら10万円超えてしまいました。これ全部買うわけではないので、今日ね、皆さんにご紹介するために入れさせていただいております。はい、それではやっていきましょう。まず最初に、はい、今回デートナのバイクカバーが結構セール対象になってて、私知らなかったんですけれども、 CT125 専用のトップボックス対応のこのカバーがあったんですね。知りませんでした、全く。で、13,542円が 11,459円ということで、2000円以上安くなっておりますので、これいいですね。実はね、ブラックフライデーの時に安いバイクカバー買っちゃったんですよね。はい、ただね、私 BMW の R1200RS のバイクの方は毎回デートナのバイクカバー1万3000ぐらいするやつを使っているんですけれども、やっぱりね、分厚いというのと長持ちする、はい、でデートナー値段だけありますよね。それが 11,459円ということは、ちょっとね、高めのバイクカバーが欲しいよという方はこれ本当おすすめなので、今回のセールの時にご購入されるのはいいんじゃないでしょうか。では次にですね、皆さんバイク買ったら必ず最初にやるのが電源取り出しですよね。はい、これもキタコの電源取り出しハーネスが安くなってました。300円ぐらい安くなってますので、もともとそんなに高くない商品ですけれども、もしまだ買われてない方はね、これを機会に買われてはいかがでしょうか。はい、じゃんじゃんやっていきます。次ね、このカエディアっていうメーカーはスマホホルダーで有名だったと思ったんですけど、ハンドルブレースも出してるんですね。知りませんでした。はい、で私もハンターカーブにカエディアさんのものではないんですけれども、ハンドルブレースつけてて、ここに結構いろいろマウントできるんで、非常に便利だと思います。もしまだ買われてなくて、検討されている方はだいたい4000円から4500円ショップ行ってもしますので、今回3386円ということでセール、かなり安いと思いますので、いいんじゃないでしょうか。次、これもね、めっちゃおすすめ、私使ってますけれども、ケミモトのミラーです。はい、可動式のミラーになってまして、だいたい600円ちょっと安くなってるのかな。はい、左右セットで2304円、私買った時、3000円ぐらいしたと思うんで、はい、お得ですね。700円ぐらいお得だと思います。いいですね、これ本当に。後ろの視認性とかも良くて、皆さん体格によってちょっとミラーの位置を動かしたいとかあると思うんですけど、簡単に動かせますんで、これ本当にね、便利だと思います。別にオフロード走らない方でもね、これはおすすめできるミラーだと思います。純正よりも一回り二回りぐらい大きいと思いますんで。はい、次、私はね、ちょっと別のブランドのやつもすでに入れてしまっているので、はい、 CT125 ハンターカブ用のエンジンガードをもし検討されている方いらっしゃればですね、今回セール安くなってます。で、今見ているこういうタイプのもの以外のものも、かなりの種類がセール対象になってましたので、はい、ぜひね、Amazon で検索していただければと思います。だいたい 30% ぐらいどれものセールかかっておりました。次、前回のブラックフライデーでも私紹介して、実際に購入して先日使ったですね、無水洗車の動画とか上げさせていただいたんですけど、このゼロフィニッシュめっちゃ良かったです。はい、セールとしては2462円だから、若干ね、ブラックフライデーの時の方が安かったと思います。ただね、これも店頭で買うと本当に高い商品なので、今回セールで 23% オフ、はい、いいと思います。本当ね、ギラツヤって書いてありますけど、濡れたようなね、ぬるギラのツヤが出ます。はい、これはおすすめです。はい、次、今回いろいろ調べてたらデートナのパッドが結構安くなってました。で、これまたハンターカブ用ですけど、いろんな車種のパッドがだいたい 30% から 34% まで値引き対象になっておりましたので、この機会に購入されてはいかがでしょうか。これはね、ハンターカブとかモンキー用のフロント用です。はい、これがリア用で3066円という形で安くなってます。はい、これもストックで買っとこうかなと思ってます。そろそろかな。まだね、パッドあまりあったんですけれども、どうせ買わなきゃいけないので、次はね、赤パッド買おうかなと思ってましたので、今回買おうかなと思います。はい、次、私も使っている、はい、デートナのスクリーンですね。もう土定番品になってますけども、やっぱりね、物はいいです。がっちりつきますし、ウィンドプロテクション効果はもう絶大だと思います。16,500円するんですけど、約12,000円、めっちゃ安いよねこれ。
ぜひね、これセールの時に買うことをお勧めしたいと思います。いいんじゃないでしょうか。はい、次がですね、トップケースになるんですけれども、私が今使ってるのがジビのこの32リッターのタイプを使ってます。これがね、2000ぐらい割引、2000はなってないか、1000円ちょっと割引になってます。ただね、この32リッターってすっきりしてていいんですけれども、私がおすすめするのは43リッターの方がいっぱい物が入ってね、いいと思うんですよね。ちょっと32リッターだと中途半端にちっちゃいかなと思います。それがね、これ 32% オフになってるんで、かなりお買い得ですよね。7000円ぐらい安くなってます。今回ね、これ買い替えちゃおうかどうか結構悩んでます。次、私ね、毎回これ紹介してるんですけれども、本当に冬はあったかいです、はい、コミネのエレクトリックライニングベストということで、はい、これはね、3552円ということで、通常4900円しますんで、もうセールの時はおなじみなんですけれども、まだ持ってない方はぜひおすすめです。バイク乗ってない時でもこれ使えますので、はい、この間ちょっと紹介したものと似てるんですけれども、デートナのブレーキスイッチ接続 の、 充電ポートで、今回探したらですね、USB-C ポートの、急速充電の電源はなかったんだけど、まだないだけかな、後半出てくるかもしれないんですけれども、今あったのがタイプ A の口ですね、はい、これが 35% オフなのでかなり安くなってます。おすすめはね、ここが C ポートで PD3.0 の急速充電用のやつが売ってます。同じような値段で売ってると思いますので、ぜひ探してみてください。まだね、今のところなかったです。はい、それではね、最後ガジェット2個、はい、CIO さんのモバイルバッテリーになります。毎回ね、これおすすめしてますけれども、 17% オフで約1000円ぐらい値引きされてます。毎回セールの時に値引きされますので、絶対ね、これはセール中に購入されることをおすすめしたいと思います。はい、このね、スマートコビープロは万能のモバイルバッテリーだと思います。はい、それでは最後、これもセール対象になってます、 CIO さんのノバポートデュオ 65W の急速充電器なんですけれども、これね、写真で見るよりも本当に小さいんですよ。本当ね、びっくりするぐらい小さいのに、C ポートが2個ついてて、なおかつ 65W ということで高出力、本当にね、小さいのに頭のいい急速充電器だと思います。それがね、4480円で買えるというのはかなりお買い得だと思いますので、もしね、今購入検討されている方はこちらおすすめです。はい、ということで、今回 Amazon 初売りということで、初日のまあいろいろセール品見ていったんですけれども、何かね、気になるものあれば概要欄の方に URL 貼れるだけ貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、それではね、最後までご視聴いただいてありがとうございます。もしよろしければ高評価ボタンを押していただいて、次回も見ていただけるようであればチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたね。